アレクサンダードン、アレックス・ランバート、1990年12月10日対、アメリカテキサス州、ノースリッチランドヒルズ出身のシンガー・ソングライター。アメリカの人気オーディション番組アメリカンアイドル9シーズン目のセミファイナリスト。ウェブサイト配信番組の If I Can Dream に、出演した。ランバートは、 アメリカテキサス州、ノースリッチランドヒルズ出身。父ハロルド・ランバート、母グエン・ヘンダーソン・ランバートとの間に生まれる。兄・スペンサー、双子の弟・トレバート・トレントン、義兄弟・ジェースとエリック、イボ兄弟のメイソンの6人の兄弟を持つ。テキサス州リッチランド高校時代は、フットボール選手で、2008年テキサス州トーナメント。 およびナショナルチャンピオンシップの代表選手だった。9歳の時に歌とギターを始める。16歳の時に本格的に音楽に取り組むようになり、自作の歌も作るようになった。祖父はコンウェイ・トイッティやウィリー・ネルソンと共演していたカントリーミュージシャンで、ランバートはこの祖父に大きな音楽的影響を受けている。アメリカンアイドルのオーディションに先立っては歌唱指導や ギターレッスンを受けたことはなかった。また、人前での演奏経験もほとんどなく、小さなコーヒーショップにおいて、友人や家族のためにバンド演奏する程度だった。ランバートが影響を受けたミュージシャンは、ビートルズ、エルビス・プレスリー、スティービー・レイボーン、ボブ・マーリー、ジェームズ・モリソン、ジョン・メイヤー、ジョン・レジェンド。ランバートは母親に勧められて、 2009年8月25日、テキサス州ダラスでのアメリカンアイドル9シーズン目のオーディションを受け合格し、ハリウッドウィークへのチケットを手にした。ハリウッドウィークにおいては、1回戦でマルーン5のサンデーモーニング、次のグループ戦ではフリートウッドマックのドリームズ、最後のソロパフォーマンスではジェイソン・ムラーズのアイムユアーズを歌った。グループ戦で、 ランバートが所属していたグループドリーマーズのパフォーマンスはぎこちなさを感じさせたものの最後のソロパフォーマンスでの彼のウクレレ演奏が審査員に好印象を与えランバートは上位24名のセミファイナル戦に残った生放送で行われるセミファイナル戦最初の夜ランバートはジェームズ・モリソンのワンダフル・ワールドを歌ったが緊張を隠せず 歌うその様子を辛口審査員のサイモン・コー・ウェルにアンコンフォータブルと評された。しかしながら彼の歌声に関しては審査員全員から褒め言葉を与えられ、ランバートは上位20名に進出した。そして次の回でジョン・レジェンドのエブリバディ・ノーズを歌うと審査員は彼の急速な進歩に目を見張り、賞賛の言葉を惜しまなかった。しかし、 続く上位16名でのパフォーマンスの時、レイラ・モンテインのトラブルを歌い、ランバートは震えようとされてしまった。これはアメリカンアイドル史上最もショッキングな出来事として視聴者の記憶に残った。ロサンゼルスタイムズ氏が選んだアメリカンアイドル1から9前、シーズントップ120中ランバートは57位にランクインした。 落選の直後、エレン・デ・ジェネレス賞への出演依頼があった。彼はそこで、アメリカンアイドルでの体験を語り、上位16名のパフォーマンスで当初歌う予定に、していた、マリオの、レッド・ミイラブ・ユーを披露した。また、その賞の楽屋で、ランバートがアメリカンアイドルに落ちた翌日に作詞作曲した、バタフライを演奏する様子が撮影された。番組グッドデ d テキサスにも出演し、 別のオリジナルソング、アイビンワーキングを歌った。ランバートの落選を惜しむ、ジェシカ・ボンジョルノという一人のファンが、オンライン署名活動を始めた。ランバートを、アメリカにアイドルに復帰させる、単願書に署名した人数は、1万9000人に、上った。署名した人の中には、デミムーアなどの有名人も含まれていた。そしてとうとう、ファンの熱意が、 アメリカンアイドルの創設者、サイモンフラーに届いた。2010年4月1日、ランバートは、サイモンフラー企画プロジェクトである If I Can Dream というウェブサイト配信のリアリティショーに参加することになった。これは、ハリウッドでの成功を夢見る俳優、モデル、ミュージシャンの卵たちが、ロサンゼルス郊外にある、ドリームハウスと名付けられた住宅で、共同生活をしながら、 夢を追う日々を紹介する番組で、当時のキャストは、ジグリアーニ・ブラガ、ジャスティン・ガストン、ベン・エリオット、カラキルマー、アマンダ・フィリップス。ランバートが初めて、ドリームハウスを訪れ、彼らの仲間に加わった日の様子は、100万人以上の人がネットでライブ視聴した。If I Can Dream に加わってからは、たくさんの有名なソングライターや音楽プロデューサーとのコラボレーションで、 デビューアルバム曲をマルチプルトラック録音している。いくつかのデモテープはリリースされているが、多くの曲は公開されていない。If I Can Dream の番組テーマソングは第10回のエピソードまでエルビス・プレスリーの If I Can Dream だったが、第11回のエピソードからランバートが書いた曲 Dream with My Eyes Open になった。この番組の最初のシーズンは終了したが、 ランバートは引き続き、ロサンジェルスを活動拠点として19エンターテインメントのソングライターやプロデューサーと仕事を続けている。アイディボントノ o はランバートがナスリアとウェイ、アダム・メッシンジャーと共に書いたソウルフルなポップソングである。クリアチャンネルと19エンターテインメントがこの曲のミュージックビデオを制作した。 そして2010年7月26日、アイハートラジオからリリースされ、ネットで公開された。ビデオは、ランバートが、プレイメアイ、エムユアーズと書かれた、ストリートピアノを弾きながら歌うシーンで構成されている。撮影には、ブルックリン橋やコニーアイランド、タイムズスクエアなどの名称を含む5ヶ所のニューヨークの街角が使われている。2011年4月12日、 ネット配信のビデオ等に送られる、初代15回ウェイビーアワードにおいて、ランバートの、I Didn't Know が、最高編集賞に選ばれた。If I Can Dream 出演期間中に、ロサンゼルス地区で行った演奏は次の通り。ライブハウス、ミントでの2回のライブ、ハンチントンビーチでの全米オープンサーフィン開催中に、行われた、ホリデーインノーテルモーテルでのアコースティックライブ、 2010年サンセット通り、ミュージックフェスティバルでは、ロキシーシアターにて、自らのバンド、ランバートザ・ライツとして、初めての演奏をした。ライツのオリジナルメンバーは、リズムギター、サミュエル・ランアッセン、リードギター、アレックス・トレハン、キーボード、オリバーリー、ドラム、フレディ・ヒル、バス、ジョージ・ヒル、 アメリカンアイドルや If I Can Dream に出演した、セレブとしていくつかのイベントや番組への出演も果たしている。ジグリアーニ・ブラガと共に2010年、ヤングハリウッドアワードのプレゼンターを務め、ロサンゼルスドジャーズイコールドジャースタジアムでは、正常期、ゴッドブレスアメリカを歌った。またグレースランドを訪れ、メンフィスのエルビス・プレスリー追悼集会において、エルビスの曲を歌った。 2011年6月26日、ニューヨークライブその他にも様々なチャリティーに出演している。2010年8月、非営利団体リアリティケアーズを介して、ロサンゼルス子ども病院を訪問し、入院患者に歌を披露した。地域コミュニティセンター、アプレイスコールドホームでは、ペプシリフレッシュプロジェクトバックトゥスクールパーティーで、若者たちのためにバンド演奏した。 2010年10月、If I Can Dream 第1部終了後、テキサス州フォートワースのブラウンストーンレストランで行われた乳がんの啓発キャンペーン資金収集イベントにて演奏した。その際ランバートは彼の祖母も乳がんを患っていることを公表している。2010年11月初旬、テレビショー Don't Forget the Relix にセレブゲストとして出演した。 獲得賞金の5000ドルは、フィーディングアメリカに寄付された。2011年5月27日、ロサンジェルスのロキシーシアターにおいて、ライブストリーミングサイトスチカム主催の日本震災、復興基金、ライブコンサートに出演した。I Didn't Know のビデオを撮影した。ほぼ1年後の2011年6月26日、ランバートは再びニューヨークに戻り、 プライベートライブショーを行った。会場となったスミスバーは、東海岸や遠方の州から駆けつけた熱狂的なファンで満席になった。ありがとうございます。